はい、今のやつやってきました。はい、撮り始めた今のやつです。はい、今のやつです。一番お世話になってる、ね、はい、ここの会場でございます。はい、はいはい、なんで今からこれを私に、一応他のバンドさんいるんで邪魔ならないよ。はい、はい、ヨイ君似合いますね。ありがとうございます触れられへんまま終わんのかと思ってお疲れ様です。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 これということで YouTube ですか。はい、はい、で YouTube の企画で罰ゲームにこんな格好してるんです。あ、わかりました。なんかどうしたんですかね黒ひげ危機。なるほどなるほど。あ、これですね。はい、最後にいていつもお世話になってますって言ってた。あ、ありがとうございます、はい、いいところになっておいて。もちろんもちろん、もちろんってきますよ。これでずっと都内を回ってる。そうですね電車で。いや、車です。車で、車で。あー、ね、降りてからね。そうなんですよ。ちょっと店長の何が負けたんですか。その黒ひげ金髪まさにイベント内で黒ひげやって、はい、負けたやつがこのポスター周りをこの格好でやる。素晴らしい。じゃあちょっとね、これはい、はい、再生数上がります。店長いけないいやいやいや、上がったです。上がりますまだね、あの誕生日も楽しみですよ。はい、じゃあちょっとまだまだ続くだろうけど、はい、頑張ってください。すいません、お忙しい。いえ、大丈夫です。じゃあまたまた、はい、じゃあ、ありがとうございます。いい感じ。店長かっこいいね、やっぱね。そうです、石田さんです。店長、はい、手とか言ってね、出せ。おはようございます。おはようございます。連絡待ってたのに。ははははは、勝手に貼ってもらえたら嬉しいです。海賊、罰ゲーム、海賊がそんな、はい、ケーキ付けに斜面。はい、お願いします。罰ゲームの内容をツイッター載せた方がいい。そうですね、黒ひげ危機一発でしょ。罰ゲームで黒ひげ危機一発の格好だと。皆さんポスター周りお疲れ様でした。お疲れ様でした。ライブハウスと CD ショップですね。新宿のライカ自主版、ライブハウスも行けなかったところがちらほらあったんですけど、とりあえず一通り配布し終わったんで、みやびくんどうでした？あの黒ひげのコスプレして、はい、いろんなところもありましたけど、結構似合ってんなって思って罰ゲームやったけど、まあ、そんなに別になんか罰ゲームやからイエーみたいなのはなかったけど、ああ、うん、恥ずかしくもあんまりなかった。そう、ただ新宿で歩かされた時はあのめっちゃね、交差点みたいなところをね、あのその格好で歩いたんで、みやびくんそこだけでいやいやって言ってます。あの赤羽レニー一番大事なライブハウスですけど、そこは今回行かなくてですね、また後日改めてその赤羽レニーに行ってきた回みたいなのをちゃんとなんかナーナーで行くんじゃなくてちゃんと作ろうと思って、今回だけはちょっと省いたんで、
あのその回もまた後日あると思うんで、その時はまた動画にするんで、そちらをお楽しみに。で今日行ってきたところはポスターね、ぜひ皆さん見つけていただいて、でそこの名前とサインが入ってるんで、それと一緒に写真なんか撮って SNS に上げて、皆さんもあの拡散に協力してくれたら嬉しいなと思います。というわけで本日は本当にお疲れ様でした。2日間にわたって収録でしたけども、運転お疲れ様でした、アスカ君。はい、はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ミニワンマンの上に書くなよ。青かお前は。上っしょ。上か。間違えたわ。頭やばいわ。